日は J2 リーグ第34節ジュビロ磐田対ピーちゃんテレビ千鳥みたいなヤマハスタジアムで買っております。私としては、まあ、ジュビロも平和に来てほしいなっていうところもあって、どっちも思えてちなみに今ジュビロは暫定では2位の位置で、大宮アルディージャが最下位、まあ、ただ前節2クラブともドローで終わってる。2クラブは岩田と大宮が、まあでも大宮は久保さん入ってるからまだ残留の可能性あるんですか。何ポイント差が離れてるような感じあるかもしれないけど、うん、まだ分からんね。ほんと知らんあとどれぐらいの試合数があってポイント差がどのくらいなのかっていうところがちゃんと調べきれてなかったね。 J2 は見てないんで分かんないですね。ヤマハスタジアムでクバさん見て美味しいスタグル食べて楽しんでいきましょう。第15か駐車場。いや第15はもちろんあっちで、あぶらか、まあ駐車場がある。でなんかね、有料のやつもあるの。有料やで、ここも1000円。あ、じゃあ事前の予約制で、やっぱ当日行けるやつ。同じ1000円なの、それも分かんない。お前気をつけよ、お前人に散々気をつけてねって言っといて自分それかい。なあ、歩いていいのよね、きっと。ダメかな、怒られる。ジュビロカフェ、ホットフード、サンドイッチ、コーヒー、ビール。本当だ、ね、こんなんあるんだね。めっちゃ並ぶよ、ジュビロショップ。こんなもんあるんだね。日型を愛する仲間たちを小学のために何ができる、俺たちの声でヤマハを読めない。バックの入場口ってさ、どこだっけ。10周年みたいな感じになってるね。うわ、かっこいい、これ。選手バス出会えたないんですけど、先ほどね、ホームとアウェイの場所が変わったっていうのを聞いて、すごくドキドキしています。サポーターの皆さんが、椅子めっちゃ高い。そうです、ね、足つかん、わかるかな、この高さ、この高さ、この感じ、わかるかな、わかってほしい。手足が短い、かわいい。なんか思いっけ、うわ、うまいわ。あ、ちょっと、あ、そうなんだ。あー、おいしそう。座って。なんだっけ、背徳の唐揚げ、なんだっけ、魅惑の唐揚げ、なんだっけ。なんかあったの、タイトル。タイトル。どう？だってさ、ここにニンニク編あるから。やば、めっちゃガーリッキー。いやー、口臭いやつや。あ、すごい匂いする。うまい。
ご飯パラパラよね。何だろうあれ。サービスや新しい暮らし方を登場する。スバどこ？あ、あれ？これっぽくない？それそれそれ。あー、覚えてたよ、クバ。変わらずだね。そうだね。もともとこういうガタイやったし、ね。うん。わーわー、砂漠が落ちる。しびれちゃった。パチ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 。趣味の良い方、本日のメンバーを紹介します。Yeah.
試合見れてよかったじゃん。今試合終わって帰ってるところですが、今日の試合どうでしたか？白熱した試合だね、シンプル。まあ、終始ジュビロの方が、ね、優勢に進めてた感じもあったし、やってるサッカーの内容もジュビロの方がちょっと上手だったかなっていうのは あるね。ずっと中盤何しとんのって言ってたもんね。まあ、大宮サポさんには申し訳ないですけど、大宮ちょっとやばかったね途中で。まあ、でも見たかったクバのシュートが見れたし、ゴールね。あ、待てた。さすがとしか言いようがない。ちゃんと仕事をする。そう、クバ守備しないじゃん。俺はあれが好きなんだよ、守備せずにこうゴール狙ってますみたいな。あれが嫌いって人もいるだろうけど、だから10番もらってんだけど10番の仕事をさせちゃダメなんよ、クバは。10番の仕事って何？まあ、中盤でこうゲーム組み立てるみたいな。だそういう役が欲しいよね、一人大宮に。それがいてくれればもうちょっと大宮良くなるんじゃないかなと思ったけどね。あとなんか俺やばいなって思ったのが、ハイブバックで攻撃陣のハイブバック、そら点取れないよねっていうシーンが何度かあった気がする。せっかくこう崩せるのにそこにいないみたいな、何やってんだっていう思っちゃったの。俺なんかが思うよりも大宮のサポーターが一番思ってると思うわ。もどかしいシーズン送ってるわけじゃん。そんな中でもさ、岩田まで見に来てるサポーターいる。そういう人たちの方がね、よっぽど思うとこあると思うよ。まあジュビロの方は J1 にふさわしいクラブなの。それはやってるサッカーの内容もそうだし、クラブとして試合前の雰囲気作りとか、すごかったね。そう、選手紹介のビジョンの部分とか、J2 でもどこのクラブでやってるのかな、なんか J1 のクラブって感じしたよね、雰囲気は。そうだね。だってお客さん全然1万人も入ってないのに、あの雰囲気作り出せるって。すごいよね。やっぱ J1 のクラブで、岩田は。どうなるかは分からんけど、まあ、J1 に上がってくんじゃないの、ほっといても。それぐらいいいサッカーの内容だったし、サイドでくさび当てて崩すシーンって、あれグランパスがやりたいもんな。ポンポンポンって崩していく感じとか、グランパスだって森下くん個人に頼ってる感じあるし、だって岩田なんて2人3人が絡んできて崩すやん。そうだね、3人ぐらいいたね。あれすごいよね、あれいいなって思ったわ、綺麗だなって。J3 を見に行ったわけじゃん、今日 J2 行ったわけじゃん。 J3 と J2 って全然レベルちゃうね。正直ベースな話で言うと、サッカー初めて見に行きますって人に俺 J3 リーグをおすすめできないかも。金払って見たい試合かって言われると俺そうじゃない気がする。でも J2 はやっぱちゃんと金払って見れるわ。特に今日の試合は楽しかった。でもこの感想って結局さ、岐阜対鳥取と今日の、岩田対大宮だけを比べて喋っとうからさ、一概には言えんけど、この2試合だけを比較して言うならそうだよな。あ、そうだね。でもダゾーンがさ、うん、J3 は放映しないみたいな話あったじゃん。あったね。ちょっと分かっちゃうけど。分かっちゃうね。やっちゃうね、全然ね。 J2 と J3、まあ、J1 は当然ね、最高峰もプロリーグだから。そうだね、 J リーグにおいては一番レベル高くないと困るリーグだから。そうだね。 J1 はじゃあ今が J1 で会おう。まあ J1 で会えるよきっと。知らん。